はい、レオンチャンネルです。毎年恒例のプレックスからの変形シリーズが発売して、1個800円でありながら、いろんなモードに変形可能他の変形シリーズと合体するっていうなかなか面白いやつで、とはいえ毎年本体カラーとここのシールが変わるぐらいで、それ以外に大きな変更がない定番商品なんですけど、これはエグゼイトカラーの時にかなり詳しく紹介しましたので、その動画は概要欄に貼っておきますが、今回はまだレビューしたことがない変形 サウンンドフォンを買ってみましたこれがスコープモード携帯モード2モード変形プラス変形稼働なる800円だよすごくないしかもなんか武器サウンドとかマシンサウンドとかめちゃくちゃ音声入ってるんだけどってことで仮面ライダージオウのプレックスアイテム確認しましょうまずは変形ソードアックス これはなるってわけではありませんが、変形遊びが基本で、まずこのブレード部分とグリップ部分をガチャっとね、連結することで、はい、まずはソードモード。一応トリガーを押すと、中でパーツが動いて、音が鳴るような感じ。 まあ1000円以下の割にはサイズもそこそこあって、一応この状態でパーツがいくつか動きますので、自分なりに遊んで持ち方を変えて探検みたいなこともできるし、両方からブレードを出して、こっちで氷にこっちで氷みたいな、そういうこともできて、ちゃんとね、モールドも入ってますし、ここは危なくないように、ある程度柔らかい素材になってますね。でもしっかりしたプラスチックかな。裏側のシールがゲイツになってる。ゲイツカラーとジオカラーってことか。そういうことか。1号2号ライダー のカラーでで表現するって割と珍しくないでこれをロック解除するっしょこれがソードモードねロック解除してでひっくり返してグリップの下側でこうかこっちの向きで連結そしてブレードを収納してもう1個のブレードを倒すことではい今度はアックスモード一応説明書的にはこの2モードで遊ぶことができますあでもそっか ゲイツがこっち側来るってことは、時間ザークスのオノモードをちょっと意識してて、こんな感じでね。で、ソードモードでグリップの位置を変えて、そうすると、ジオーが表側に来るってことは、時間リレードを意識してるってことか。なるほど。それで1号2号ライダーの絵柄の位置が両面になってるわけですね。そう思うとなかなかよくできてるかも。 そして次は変形サウンド本を行きましょう。これ初めてレビューするから結構楽しみなんだけど、中には携帯型のおもちゃが入ってて、折りたたみ携帯ですね。いわゆる最近で言うところのファイズフォンテン的な柄ー形,形状になっておりますが、まあ、こっちはね、回転でしたけど、こんな感じで、折りたたみ状態と展開状態のリモートで遊べて、サイズちょうどファイズフォンテンと同じぐらいですね。ここロック解除だ。なので倒して、 ロックで、ロック解除ボタン押しながらお、おお <laughs> ちょっとファイズフォンっぽいじゃん。こういうことが、スナップで展開することができる。かなりメカ造形がしっかり入ってて、これも毎年発売されてますよね。なぜかレビューしてなかったんだな。で、ディスプレイ部分には仮面ライダージオーがいて、ここに別のプレートが2つ入ってますから、例えばスタンダードモードのディスプレイに変えるときは横からセットすることで、 はい、カチッとロックされてディスプレイが変わりますね。鳴る音の表記が変わるってことだよね。ソード、バズーカ、マシンガン、ガン、アロー。反対側から押すとロック外れるから、もう一個が、これ裏側真っ黒ね。もう一個がチェンジボタンで、これもロックされて、そうするとジェット、キャタピラ、バイク、ヘリ、レーシング、カーになります。てかもう、こんなの変形サウンドフォンっていうか、ジオーフォンじゃん。ジオーフォン10みたいな。<laughs> そんな感じのおもちゃなんだけど、いつの間にかジオフォン発売されてたわ。デラックスガングっぽいよ、携帯自体がすごく。まず2モード変形は、これが携帯モードで、ここにスコープがありますから、これを上げると、はい、スコープモードで終わりです。<laughs> 2モード変形超お手軽。でも意外とカチッとクリックが入ってて、ちゃっちくないし、ここクリアパーツ入っててスコープ的なね、 メモリもありますから、かっこいい、かっこいい。これを、要は合体状態の一部のスコープ部分として使うんだけれども、変形ショットガン買わなかったんだよね。あ、でも、あれか。エグゼートのやつがあればいいか。あ、もうでも、エグゼートのやつ。多分いろんな触眼とかと一緒にしまっちゃった。これがこのアイテムの2モード変形でございます。で、チェンジボタンでモード切り替えで、この要は、 ここのディスプレイを変えて音を変えるんじゃなくてディスプレイを変えた後にチェンジボタンで音を変えるとじゃあまずはこのまま武器サウンドいきましょう電池は入ってますから電源オンここに書いてある通り1379はプッシュオンおーすげえディスプレイ通りだで2番でソード5番でバズーカ4番でガン6番でマシンガン8番でアローじゃあまずはソードお どっかで聞いたことのあるようなプレックスサウンド。<laughs> あの、ライダープレックスフィギュアサウンドシリーズのあれの音だ。で、ガン。お。結構ちゃんとした音。5番、バズーカ。ドッグン。ドッグン。これ、スピーカーどこここか。6番、マシンガン。お だだだこれ変形したらもっとファイズフォンっぽく使えるんだけど横側にねで8番あろう一応射撃音かなでこのカメラボタンはあすごいシャッターボタンシャッター音入ってる逆にファイズフォン10と違って全部のボタンを押せるから 結構すごいよ。800円だしね。じゃあ次は、チェンジボタン。これがチェンジ音か。で、ディスプレイ変えて、マシンサウンドでございます。同じように、1、3、7、9はプッシュ音。で、ここも変わんない。で、2番がジェット。ん音変わってなくないあ、ごめん。チェンジボタンを押しながらだ。 押しながら押すんだって。じゃあ2番、ジェット。わ、すげえ、ちゃんとジェットオンだ。4番、バイク。ブーン、みたいな。5番、キャタピラ。わ、すごい サウンドはね、なんか食顔とかガシャポンとかそっちっぽいんだけど、意外と収録音声ちゃんとしてる。6番ヘリ。あ、すげえ。8番レーシングか。あ、なんかこれまでのプレックスガングで聞いたことない音ばっか。 というように、いろんなサウンドで楽しむことができます。なので話してしまえば、ソード、ガン、バズーカ、マシンガン、アローって感じで音を楽しむことができます。もちろんこのディスプレイ状態でも、チェンジボタンを押しながら、押せばヘリとか、レーシングカーとか、バイク、キャタピラ、ジェットって感じでいろんなサウンドを楽しむことができますね。全然チャチくない。これめっちゃいいっすよ。ファイズ的な。 スナップ展開楽し,いしへえこれでも今回ソードだけ買ったんだけどこれに連結できないかなあでもここ展開するからこれで無理やり無理やりっていうか普通にあいけるあいけないしかああいった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 全然いったでここロック解除ボタンかでおお脱着 OK だから全然この2つとかでもこれスコープ展開してこんな感じで。 例えば、アックスのパーツ畳んで、こういうふうにね、自分で適当に、俺変形みたいな感じで、こうがいいかな。こういうふうにブレード持って、危ないけど、ブレード持って、こうやって、重機形状に変形することもできますね。この自由さそうそう、このシリーズさ、自分の想像力の赴くままに遊んでいいから、すごいいいアイテムだと思いますよ。これ、音を、このうちは例えも鳴らすことができるから、こうね、こうやって、 あマシンガン、こうか。マシンガン。みたいな感じでボタンと連動して遊ぶことができます。いや、楽しいよ。全然ありだよ。ということで、これが変形サウンドフォンでございました。初レビュー。いや、思ったより変形サウンドフォンのクオリティが高くって、これまでのこの変形シリーズの中で一番変形サウンドフォンがよくできてるかもしれない。800円だったら、 800円だったら全然ありだし、これはファイズフォン10年今売り切れで難民のちびっ子もいると思いますから、それまでのつなぎで代わりに購入してもいいアイテムではないでしょうか。以上、仮面ライダージオのプレイクスのおもちゃ紹介でした。